クリーンアップが見えてきた。どうも、アトリヘです。本日もよろしくお願いします。ということで、今日はね、立浪監督がね、ポロリ、いや、ポロリじゃないな、ドカンとね、暴露してくれたということで、まあ、結構かなりいいコメントも出てましたし、まあ、今回の動画のメインタイトル的なメインテーマとしてはね、2020年中日ドラゴンズクリーンアップコースが見えてきたということでね、まあ、ドラゴンズ、今年のクリーンアップ、中田翔選手が入ってきてね、まあ、おそらく、石川昂弥、細川誠也、中田翔、この順番、ね、ラベルの順番が大事になってくると思うんですけども、まあ、皆さんもね、気になって夜も眠れないと思うんですけども、まあ、ぜひ皆さんのね、ドラゴンズの理想のクリーンアップ、この3人、どういうね、組み合わせにね、するかね、コメント欄で書いてほしいんですけども、それについて、立浪監督のね、このインタビュー記事からだいぶ見えてくるものがあったんでね、今日はぜひね、紹介させてもらいたいなと、もうかなりいいコメントも出てたんでね、いいところもどんどん紹介していきたいというところで、ロンスポさんですね、本格スポーツ議論ニュースサイト、ロンスポさんのね、記事でかなりいいものがあったんで、引用させてもらうんですけども、まあね、きちんと全文ね、気になる方はね、ぜひそちらの方を読んでもらいたいんですけども、まあ、立浪監督がね、まあ、選手に精力的に動いてると、ね、まあ、アウトロインハム YouTube の映像で見ましたけど、ドラフト2位、3位のね、津田選手、辻元選手コンビ、ショートか、まあ、セカンド守るか分かんないですけど、なんか津田選手の方がね、ちょっと、なんだろう、ボールに入っていくときに腰が高いのがね、気になったのか、ちょっと監督、じきじきにね、こう指導されてましたけども、うん、ももちあんさんの YouTube チャンネルのね、多分映像で見たと思うんですけども、いや、まあね、監督もね、まあね、ドラフトの選手にも付きっきりで教えたりとかしてるわけですけどもね、うん、その中でね、中田翔選手をね、獲得したと、まあ、記事の話題が入ってくるんですけど、ここからかなりね、まあ、いいコメントというかね、アウトライン配的にはかなりよく感じたコメントがあるんですけども、ね、若い選手だけでは勝てないのが分かってますってことでね、出てきて1年に1人、2年前に岡林、去年が細川、まあ、石川昂弥もいるけれども、若い選手が一気に2人も3人も育つことはない。まあ、その通りですよね。まあ、確かにね、若い選手がたくさんいてね、楽しみ楽しみって、もちろんファンも思うんですけども、やっぱり若い選手だけじゃね、まあ、3位優勝なんて見えてこないですから、若い選手がポツポツ出てくる中で、やっぱりその傍らで中堅ベテランがしっかりで実力通り、数字通りの活躍してくれないと浮上なんてものはないっていうのはね、もう本当にまあドラゴンズファンなら身に染みてわかると思うんですけど、まあ、ピッチャーの方もそうですけど、やはり柱になる人が必要だと。まあ、ドラゴンズもピッチャーめちゃくちゃいいって言ってますけど、まあ、確かに打線の援護がないからね、かなり不遇なとこありますけど、じゃあ果たしてドラゴンズのピッチャーで、絶対的エース、もうこいつがね、投げたらもうこの人が打たれたらしょうがないっていうピッチャーね、誰がいるって言われたら、まあ、確かに柳投手とか小笠原投手とか高橋宏斗投手とか、素晴らしいピッチャーいるんですけど、まだそこまで投げきれてないかなっていう、まあ、強いて言うならね、大野雄大投手、まあ、ちょっと怪我してて今出れてないんでね、まあ、数年前沢村賞を取ったぐらいの大野投手のね、ピッチャーがいるかって言われるとね、いないんで、うん、まあ、ピッチャーとしてもね、やっぱり精神的柱になるピッチャーがね、誰になるのかっていうところもこちら大事になってくるんですけども、まあ、バッターの方ではね、本当にね、まあ、いないっていうところでね、実績十分の中田翔選手が来てくれたと。まあ、これはね、本当に頼もしいなっていう成績だけじゃなくて、まあ、ネームバリュー、実績見てもね、本当に頼もしいなっていうところなんですけども、まあ、去年ね、アキーノ選手がね、わずか20試合1本塁打6打点、ね、立浪監督もね、うん、アキーノ次第っていうところでちょっと苦笑いってね、表現されてますけども、アウトロインハイもね、アキーノにね、もうかなりもう浸水して、アキーノのタオルね、今多分どっかに埋もれてますけども、まあ、アキーノ選手やってくれるとね、思ったんですけどね、まあ、そういうことに今年はならないようにというところでね、まあ、その代わりにね、アキーノ選手の代わりに、細川選手が出てきてくれたっていう、まあ、今までのドラゴンズだったらね、出てくることもなかなかなかったっていうところで、まあ、細川選手はね、現役ドラフトでベイスターズから来ましたけども、まあ、ちゃんと新しい選手が出てきてくれたっていうのはね、まあ、今年につながってくるんじゃないかなっていうところなんですけども、まあ、ただね、やっぱり、石川昂弥選手、細川選手もね、柱になるまでにね、まだ時間がかかると。そういう意味でチーム構成のバランスが大切だと。若い人だけでもダメ。年齢がいったベテランだけでもダメ。ベテランがいて、若い人がいて、という構想が理想的。本当なんですよ。そこなんですよ。もう本当はね、今中堅ベテランがちゃんとしてればね、またこれさっきの話になっちゃいますけど、こんな位置にドラゴンズいませんから、特に野手がね。うん、っていうところで、まあ今ね、2軍でね、本来1軍にいなきゃいけない選手も多数いますからね、っていうところなんですけども、ね。まあ、未知の外国人に依存ギャンブルするより、まあ、中田翔選手みたいな実績ある選手の補強がね、計算立つっていう策略もありましたかっていう質問に対して、まあ、いやね、外国人選手がオーダーにいる、いないでは迫力がかなり違ってくると。ただ、
タイミング的にはね、西武の山川が FA をして、中田がオプトアウトをしました。そういう契約形態も知らなかったって、知らなかったんかいとね、ちょっとここは突っ込みたくなる要素ですけども、ね、まさか中田選手と一緒にやるようなことを思ってなかったと、ジャイアンツと3年契約結んでたんでね、取れるなんて思ってなかったっていう、まあ中田はね、敵ながら怖い存在でしたって、まあ立浪監督がね、やっぱり直々に中田翔選手に、まあお金はもちろんあると思うんですよ。フロントの努力もありますけど、ちゃんと口説き切ったっていうね、中田翔選手に、お前が必要なんだっていう、この言葉というか、もうこの誠意、それがやっぱ中田翔選手にも伝わったからね、まあ今までドラゴンズこういうね、大物の選手、まあほぼ FA みたいなね、補強はほぼほぼなかったですけど、やっぱこれは立浪監督の力があったからこそね、立浪監督っていうものがあったからこそ、まあ中田翔選手が来てくれたっていうところもあると思うんでね、やっぱここは、まああのね、成績まだ1年間やってないで出てないですけども、獲得するっていうムーブにおいてはね、これドラゴンズファンとしても、アウトローに入っとしてもね、本当にありがたいなというかね、嬉しいなと思ってるんですけども。でね、中田翔選手が、4番ファーストで起用する構造ですかって、まあ、ここからが一番大事なメインポイントなんですけども、まだ決めてませんと。理想は誰か他に4番打てる人がいて、ここですよ。理想は誰か他に4番打てる人がいて、中田を5番あたりに置ければベストなんですけどね、と。細川、石川がどれだけ成長してくれるかですよね。ただ私は4番は基本、1年間試合に出れるものではないとダメだという考えがある。その体力があるのは細川なんですけどね、ということで。まあ、やっぱりね、アウトローに入るもここはめちゃくちゃ同感なんですよ。4番バッター、ね、チームのもう顔、大黒柱、もう打線の中で言ったら一番のメインポイントですよ。それがやっぱり1年間で、ね、コロコロ変わってるようではね、まあ優勝は無理じゃないかなと。うん、3位以上もなかなか苦しいだろうと。まあね、阪神だったら大山選手とか、ベイスターズだったら牧選手とか、巨人だったら岡本選手とか、まあ広島はね、まだあの外国人選手になるかわかんないですけど、まあヤクルトだったら村上選手とか、まあ長期的にこう日本人の4番バッターいるじゃないですか。まあドラゴンズはいないと。ね、毎年、まあ去年だったらね、こうくじ引きで秋野選手取ってきたりとか、数年前だったらまあガーバー選手とかね、まあかなり外国人に頼らなきゃいけないというか、なかなかね、まあドラフトでもあんまりそういう長距離砲の高卒の選手取ってきてないっていうところがね、まあ石川選手以来あんまりドラフトで取ってないなっていうところも、スカウティングのね、まあ面もあると思うんですけども、まあね、あとはね、ブライト選手、ウカイ選手はまあ大卒で取って、まあこの二人のどちらかは出てきてほしいっていうところなんですけどね、まあそこもなかなか出てきてないっていうところで苦しいんですけども、やっぱり1年間出れるっていうところで言ったらね、4番、これアウトローに入るの意見になってきますけども、細川選手っていうのはね、まあアウトローに入るの2024年の開幕スタメン予想でね、ちょっと希望も込めて石川高い4番にしてましたけど、まあ2軍スタートでね、やっぱりまだこう体の状態、膝の状態に不安があるっていうところで万全じゃないっていうところでね、まあちょっとやっぱり不安かなと。まあ4番ね、チームの4番任せるなら、まあ中田翔選手っていうのもあったと思うんですけども、まあ中田翔選手を5番理想に持っていくべきだとするんだったら、やっぱり1年間戦える体力がある、去年140試合出てね、チームトップの OPS780 も残してて、得点圏も2割8分。まあね、全体のリーグで見たらまだ高くはないかもしれないですけども、ドラゴンズの中で言ったら得点圏1位2位を争うね、2割8分の細川選手、まあ4番に置くのがね、今の感じではアウトローイン範囲もね、ベストなのかなと。まあね、細川選手もイースタンリーグね、ベイスターズに行った時2軍でもね、炎天下の中ずっと試合たくさん出たりとか、まあ1軍こそ少ないかもしれないですけど、あと練習もね、和田コーチもね、練習についてこれる体力があるっていうのもね、評価してましたから、体力っていう面でかなり細川選手にあると思うんで、まあね、今キャンプ始まりましたけども、一人だけやっぱスイング違いますからね、圧倒的にもう引っ張っても逆方向でも打球が伸びる、ぶち込む、もうこれ今年やってくれるだろうと、まあ確かにね、活躍して2年目のジンクスとか言われますけど、まあ彼なら大丈夫だろうっていうね、キャンプの姿はね、見せてくれてるんで、まあやっぱり4番、細川誠也、ここはね、まあ今のアウトローイン杯の現時点、今リアルタイムのナウの考えでは、4番細川選手がいいんじゃないかなと。まあそうなると、立浪監督のコメント的にもね、理想は中田選手5番っていうところで、じゃあまあ3番石川高也選手かということになってくると思うんですけども、まああとはね、リカーソン選手ですね。リカーソン選手とかが良ければね、3番リカーソン選手とかもね、あると思うんですけども、まあ4番細川選手、5番中田選手っていうのは、まあ理想的になってくるのかなっていうね、この今のコメントも踏まえながら、アウトローイン杯のね、個人的な意見も踏まえながら、まあ今ね、理想に考えてるのは4番、細川選手、5番中田選手がね、まあ、妥当なんじゃないかなっていうところなんですけども、で、まあ、中田選手はね、昨年故障とかコンバートっていうね、チーム方針もあって出場試合数がまあ100試合切ってると、まあ、2年前はね、100試合以上出てね、ホームラン24本打って実績残してるんですけども、100試合出場がノルマでしょうかっていう質問に対してね、いやいやと、もっとフルに近いぐらい出てもらいたい、ここ数年は怪我もあるけど、ポジションが被って出れないという状況にもあった、本来はずっと出てきている選手、問題は体調でしょうが、それが一番難しい年代にも差し掛かっていることは事実だけど、今は自分のペースでね、キャンプの調整やってもらってるけども、
休ませながらっていうよりはね、まあ、今のうちから下半身、体しっかり作ってね、もう結構試合出れるんじゃないかと。まあ中田選手がね、まあ、120試合ぐらい出れたらね、かなりまあドラゴンズからすると非常に助かるかなっていうところなんですけども、うん、まあね、キャンプでね、キャンプからどんどん仕上げていってね、まあ、中田選手自身もね、今のキャンプというか、まあ、これ自主トレキャンプが一番辛い時期だっていう、まあでもそれぐらい裏を返せばね、追い込んで、シーズンでもへたらないね、この体作りっていうのめちゃくちゃね、大事になってくると思うんですけども、やっぱ中田選手に期待する数字といえば、ホームランよりも打点と、80打点は上げてほしいっていうね、まあ、100打点以上5回マークしてる、打点を3回取ってるかな、まあ、勝負強い打撃。でね、4打数だったら1安打、打率っていうよりもその1安打をどこで打つか。だから得点圏でね、ここを1番で逆転してほしいところでタイムリー打つのか、まあ、正直ね、試合が決まったところで一発ホームラン打つのか、まあ、ゲレーロのソローロっていうのも懐かしいですけども、どこで打つのかっていうところもね、これ中田翔選手においてはめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと。まあね、もし中田翔選手が5番に置くとなればね、まあ、やっぱり4番細川選手がね、敬遠じゃないけど、逃げた先に中田翔選手がいるっていうのは相手ピッチャーからとしても嫌なんで、まあ、そういう意味でもね、かなり大事な場面で中田翔選手が回ってくるっていうのは、まあ、3番だろうが5番だろうがたくさん、回ってくると思うんで、どの場面で打つのかっていうのもね、これも非常に大事になってくるんじゃないかなと。まあ、そしてね、ちょっと中田翔選手と話がずれるんですけども、戦力外組ではね、真っ先に中島選手に目をつけてると。代打としてここで1番で使う選手がいなかったと。まあ、去年ね、加藤翔平選手とか後藤俊太選手とか、正直代打じゃないだろうっていう選手をこう無理くり使わざるを得ないというか、まあ、本当は2軍でもっと成績残してる選手とかいたんでね、アウトライン的にはこっちの選手使ってほしいっていうのもあったんですけど、まあ、でも代打1番でなってくる選手があまりいないと。そういう中でね、成績もまだ残してる、チーム事情で出れなかった中島選手を取ってきたっていうところもね、まあ、かなりね、楽しみじゃないかなと。まあ、年齢こそベテランですけど、まあ、でも今のドラゴンズの代打陣だったら1番手になれますからっていうところでね、右の代打中陣、左の代打大島プロになってくるようなぐらいね、まあ、他の選手もグンと出てきてくれたら、かなりドラゴンズ楽しみになってくるんじゃないかなっていうところでね、まあ、最後ね、ここ11年、10年が B クラスのチーム、まあ、アウトロインハイもね、ファン歴これで今年で12年目かな、去年はやばいわな、昨日ね、アウトロインハイ、ドラゴンズのね、ファンクラブの方が届いてね、このファンクラブのこのバッグ、今年はこのバッグつけながらね、現地行きたいと思いますし、エグゼクティブ会員ね、2024年のね、カードもこれいただきました。反射してみるかわかんないですけどもね。うん、しっかりこのカード持ってね、来場履歴でポンとポイントつけてね、今年はね、疫病神にならないようにね、頑張っていきたいと思うんですけども、去年も借金もね、現地の借金数えられないことありましたからということで、まあこの2年でチームを大きく変えましたと、まあ負けるとね、それに対する批判はありますが、ここまで順調とは言えないが、チームを強くするためには変えることが必要だと、2年が終わり、ようやく今年少し変わってくるのかなという手応えはありますということで、まあこのコメント見る感じね、5年契約もワンチャンあるのかなっていう感じなんですけども、まあ本当にね、変えるっていうことは勇気がいることなんで、もちろんね、変化、まあ大体人間ってこう安定したことを求める生き物だと思うんで、できればね、こうね、変化っていうのは嫌う生き物だと思うんですけども、もちろん僕も含めてね、まあでも本当に何十年も言い過ぎかもしれないですけど、ずっとドラゴンズ B クラスで、まああのコロナの時にね、A クラスありましたけども、あれもクライマックスいけてませんから、まああれはちょっとコロナがね、運が悪いっていうこともあるかもしれないですけど、まあでもやっぱりずっとね、B クラスにいる、そこに慣れちゃってるチームを変えるには、まあ今ね、京田選手、安倍選手トレードで出しましたけど、まあ、正解か不正解かとかね、もうここはもう今からのここの成績でもう上げるしかないっていうところもあるんですけど、まあ本当にね、なかなかドラゴンズを変化させてこなかった中で、まあ立浪監督が、まあ良くも悪くもガッとね、チームの選手もかなり入れ替わって、もう今ね、かなり戸様の選手が多いですから、宇佐美選手、中田選手、細川選手とか、もうチームの大半がね、かなりこう、生え抜きの選手っていうのは岡林選手ぐらいかな、まあ石川昂弥選手とぐらいね、まあブライト選手、鵜飼選手いますけども、まあ本来ね、前抜きの選手がもっとちゃんとやってくれよっていうところがあるんですけど、まあ、それでもやっぱりアウトローに入ればね、まあ、いろんなねドラゴンズのチームの味方、もちろん生え抜き選手がたくさんいるチームもそれぞれでもちろん理想ですけど、まあ、でもアウトローに入るの本音から言わせてもらえば、強いドラゴンズが見たいっていうのも正直本音なんですよ。うん、もうあのね、もう今もちろん細川選手も宇佐美選手もドラゴンズの一員ですし、中田翔選手もドラゴンズの一員ですから、まあ、みんながね、みんなで一丸となって、もうチーム一丸となって強いドラゴンズがもう見れればいい。もう本当にそれがね、今アウトロインハイが強く願ってることなんで、まあマジでね、まあ今回の記事でクリーンアップね、どうなるのか、まあ高谷選手がどれだけね、これ、開幕前に上がってこれるのかっていうところで、これね、また4番、5番、3番コースを変わってきますけども、まあ今のところではね、3番石川高谷、4番、細川選手、5番中田選手、まあ、こうね、
なってくるのがリアルタイムのナウでの今のアウトロインハイの理想のね打順になりました。まあ、ちょっとコロコロね変わって申し訳ないですけども、今後もね、まあねキャンプ見たりとかオープン戦見たりとかでねまた変わってくると思うんですけどもね、うん、まあその都度ね発信していければいいなと思ってます。まあ、本当にねまあ今ね入れ替わりの時期ですけども、まあこれが数年後ね、まあ中田翔選手もね、まあベテランにもかなり年齢数年後ったらベテランになってきますけども、まあ高谷選手とか、まあ細川選手もまだ若いですから、そういう選手がね、4番ドカンと座って、一本立ちになってくるようなね、チームになったら、まあ数年間ね、A クラスを安泰になれる、そういうね、強いチームね、見ていければなと、ね、強く願ってますけど、まずは、もう今年立浪監督3年目、勝負の年ですから、もう泣いても笑ってもね、結果、3位以上の結果はね、もうね、若い選手で育成とかもういい、ね、そういう意見もあるかもしれないですけども、とにかく結果、3位以上の結果、これはもうアウトロインハイ、もう常々ね、求めて応援していきたいなと思っております。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。またね、強いドラゴンズが、見たい。ただそれだけ。